金山ダムは、北海道空知郡南富良野町、一級河川、石狩川、水系空知川最上流部に建設されたダムである。国土交通省北海道開発局、札幌開発建設部が管理する特定多目的ダムで、空知川の地水と滝川し、富良野地域への水源確保及び電力供給を目的に建設された。 北海道内のダム形式としては唯一となる中空重力式コンクリートダムで高さは57.3メートルである。日高山脈、カリカチ峠付近を水源とする空地川は石狩川水系の中では最大の規模を誇る河川であり、その長さは約196.0キロメートル、流域面積は約2700平方キロメートルである。 これは一級水系で比較すると四万十川水系や熊野川水系に匹敵し、同王地域における最大の河川の一つでもある。流域には、富良野市、足別市、滝川市、赤平市などを有し、かつては一大丹田地域として、石炭の採掘が盛んであった。また、流域は、肥沃な富良野盆地を形成し水田をはじめとした、農耕も広く行われていた。 しかし、フラノ盆地を流れる空地川の支流、フラノ川は、下水の酸性度が高く、農業用水には適していなかった。このため農地を拡大するためには、新たな水源の確保が不可欠であった。その一方で空地川は、堤防建設をはじめとした、河川改修がほとんど、手付け数の原始河川であり、大雨の際には、容易に洪水を引き起こし、流域は度重なる被害を、 受けていた。反面昇雨ともなれば、滑水に陥りやすく干ばつの被害も一切ではなかった。このため、流域住民の生活を安全にするための治水と安定した水供給による利水は緊急の課題であった。特に治水については、空地側の流域面積が広いこともあり、石狩川下流部への影響も大きいため早急な対策を求められていた。さらに、 空地ン電群の採掘量増加とそれに関連する重化学工業の発展は電力需要の増大を促し水力発電をもとにした電源開発も必要不可欠となった。こうした背景もあって北海道開発局は北海道経済発展のようとなる石仮川水系の開発を最重要課題とし1952年に 石狩川水系総合開発計画を策定した。アメリカの TVA を手本として石狩川水系に多数の多目的ダムを建設し、地水と利水を効率的に測って、北海道経済発展の基礎を築こうとするのが狙いである。まず三笠市を流れる一区春別川に桂沢ダムを建設するとともに、桂沢ダムに導水するための利水専用ダムとして、 足別市で空地川に交流する支流、足別川最上流部に足別ダムを建設。これが空地川流域における河川開発の合法となった。1955年の豪雨で雨流線流域に深刻な水害が起こったが、この際に石狩川水系の計画最大流量の変更が行われ、この流量に抑えるためには最大の支流である空地川に多目的ダムを 建設する必要性が生じた。すでに1952年より空地川上流部においてダム建設計画が進められていたが、この治水計画変更に伴いより大規模なダムを建設することが必要であるとの結論になり、これら目的を達成するための必要な貯水量が確保できる地点として現在のダム地点が選定され、 1959年よりダム建設のための具体的な調査が開始された。これが空地川総合開発事業、金山ダムの原型である。金山ダムは総貯水容量が1億トンを超える巨大なダム計画であった。だがダムが完成すると、南フラノ町金山、鹿、古市などの集落261世帯300戸が水没する。 この他国鉄根室本線1 3 0トル区間を、はじめ学校などの公共的施設、肥沃な農地600ヘクタール、工業採掘権8カ所、林業関係など多岐にわたる資産、資源が水没することとなる。水没関係者は約700名にも及ぶ大規模なものとなり、住民は愚か南フラの村も村の存亡に関わるとして、 ダム計画に対し強硬な反対運動を起こした。1955年には金山ダム対策委員会が設立され、組織的な反対運動が展開されたのである。以後約4年間にわたり、膠着状態が続いたが、展開が変わったのは1959年の実施計画調査発表後のことである。北海道開発局は石狩川総合調査事務所を設置して、 実施計画調査と並行して対策委員会との交渉を行い、補償内容の原案を提示した。これに対し対策委員会側は、ダム完成後の村、住民の産業、生活振興を柱とした67項目に及ぶ要望書を同年10月に提出、要望書に沿った形での補償を求めた。開発局側もこれに応じて要望書に合わせた、 保証内容を回答したことから翌1960年12月、住民への保証金額が対策委員会との間で妥結した。保証金額交渉の妥結によってダムは本体工事の着工に進むことができたが、具体的な進行計画の内容を詰めるための交渉はその後も継続して、開発局と対策委員会との間で行われた。 1963年10月開発局は、フラの地域の農業振興、観光振興を柱とした南フラの村振興開発計画を発表し、ダム完成後の南フラの村に対する地域振興を行うと委員会側に回答した。これに対し委員会側も大筋で了承しすべての保証交渉が終了。1964年5月委員会は解散して、 予備調査開始以来足掛け12年に及ぶ保証問題に終止符を打った。国鉄との交渉が進められた根室本線の代替路線については、金山駅と東鹿越駅間を付け替え、古城を渡る鉄橋とトンネルによる代替路線整備を1966年9月29日に完成させた。これに伴って水没予定となっていた鹿越駅は廃止となっている。 1967年3月31日ダム本体が竣工し貯水が行われ同年9月30日に工事が完了し261世帯の住民の尊い犠牲を払って金山ダムは完成したのである下流に建設された滝里ダム金山ダムと共に空地川の治水に資する金山ダムによって発電能力が増強される 北海道電力のーナ南発電所との場ナ南ダム、金山ダムによって発電能力が増強される北海道電力足別発電所と北電足別ダムダムの名前は所在地であり水没地でもある金山の名を冠した。形式は重力式コンクリートダムの内部が空洞になっている中空重力式コンクリートダムであり北海道では 唯一のものである。この形式は当時コンクリート量の節減を狙って盛んに建設されたものであるが、型枠を作成するための人件費高騰とコンクリート価格の安値安定によって現在は施行されていない。早朝水容量は約1億5000万トンと日本有数の人造庫で、この量は北海道全道民の生活用水を 約3ヶ月分賄える量に匹敵する。目的は治水取水の5つであり、多目的ダムの中では比較的用途が広い。完成以来現在に至るまで建設大臣が一貫して管理を行う特定多目的ダムの一つでもある。治水目的はまず洪水調節については1905年7月の石狩川大水害を基準に、 毎秒1000トンの洪水をダムによって760トンカットし、下流には毎秒240トンを放流する。なお、1981年8月の石狩川大水害を契機に空地川中流部百9 9 9年建設された滝里ダムと共に現在は空地川のみならず石狩川下流部の治水も担っている。離水については空地川流域のフラの 山部地域及び石狩川流域のビバ浦ブラウス地域の水田2万899ヘクタールと、二十7792ヘクタールに対し5月から8月の農繁期に最大で毎秒61.94トンを供給する。上水道目的は計画当初入っていなかったが、その後の人口増加によって加えられ、滝川市に日量9400トンを供給。 そして、水力発電については、半地下式のダム水路式発電所である、金山発電所において常時1万2 0 0 0ット最大2万5 0 0 0ットを発電し、さらに下流にある野原南発電所や足別発電所、本文尻発電所12月廃止の出力を増強させる役割を有する。金山ダムから放流される毎秒0.3トンの、 河川維持放流水地水のうち不特定利水については河川維持放流を当京以外に言っている。これはダム完成以後発電目的のために金山発電所へダムから導水した結果ダム直下流約 1.0km が完全な無水区間となりその下流約 4.1km 区間が減水区間となった。このため空地川は計5 1トルがいわゆる 枯れ川となり、漁業や河川環境に深刻な影響を与えた。このため南富良野町は、空地川の無水区間解消を開発局及び発電事業を管轄する北海道電力に要望していたが、1997年の河川法改正で河川環境の維持が重要な方目的に挙げられたことから抜本的に迫られた。開発局は河川法改正後の 翌1998年7月8日、北海道電力にも協力を仰ぎ4月1日から10月31日までの毎日6時から19時の間、毎秒0.3トンの河川二次放流水をダム直下ウガにある常用洪水吐きより放流を開始した。これによって1967年の完成以来31年もの間枯れ川になっていた空地川 5.1km 区間に、 水流が復活したのである。さらに流量を一定させるため日中行っていた放流を夜間にも実施することになった。2000年より実施された夜間放流は、下気洪水調節のために確保している空き容量から、地水に支障がない程度に貯水を行い、それを河川維持放流に充填するというもので、これを専門的には弾力的管理と呼ぶ。 この弾力的管理によって7月1日から9月30日までの間、1日中放流が可能となり空地川の河川環境維持に貢献をしている。利水と枯れ川については、ダムと環境の問題でも特に問題視され、大井川や信濃川でも地元と管理者による対策が行われたが、この金山ダムもその一例である。ダムによってできた金山湖は、 北海道有数の淡水面積と貯水量を誇る。金山湖は周囲を、エゾ松や、トド松などの原生林によって覆われ、さながら天然の湖の様相を見せている。湖には多くの魚類が生息しているが、中には幻の魚とも言われる伊藤やオショロコマも生息している。また陶器は、湖面が完全に結表することから、氷上のカサギ釣りも盛んに行われている。 ダム建設時に開発局と金山ダム対策委員会との間で取り交わされた南フラの村振興開発計画に沿って金山ダムと金山湖は早いうちから観光のための周辺整備が実施されていた。1993年には建設省による地域に開かれたダムの指定を受け、ダムダム湖はより積極的に一般市民に開放されることとなった。 すなわちかな山湖を四つのエリアに分けてそれぞれテーマ別の整備を行った。ダム周辺は日帰り散策エリアとしてダムを一望する展望台やダム下流に向かうことができる散策路を整備した。鹿子市大橋北岸部は宿泊ウォーターフロントエリアと呼ばれかな山湖、保養センターやかな山湖オートキャンプ場が整備されて宿泊を伴う利用が可能となり、その東側は ファミリーエリアとして水辺に親しめる空間を作った。そして最上流部をスポーツエリアとしてパークゴルフ場を整備、カヌーやラフティングを行える空間とした。金山湖は特にカヌーが盛んで多くの大会や練習会が行われている。また、毎年7月最終土曜日、日曜日には恒例行事として太陽と森と湖の祭典が行われ、花火大会をはじめとする。 様々な催しが行われ、道内外から多くの観光客が詰めかける。こうした公園整備に加え、フラの美瑛やトマムなどの観光地に隣接しているという立地条件もあって、金山ダムとかなやま湖は年中問わず多くの観光客で賑わう。国土交通省独立行政法人水資源機構管轄のダムの中では、神奈川県の宮ヶ瀬ダム、 岩手県の御所ダムに次いで日本で3番目に年間利用者が多く2003年の統計では年間約73万8千人が訪れている2005年には南フラノ町の推薦によって財団法人ダム水源地環境整備センターが選定するダム湖100選に選ばれたまた周辺はフラノのラベンダーとして環境庁より香り風景100選に選定されている 多くのガイドブックにも搭載される、フラの地域の主要な観光スポットとしての役割を持ったダムである。最寄り駅である、根室本線金山駅の駅舎、無人駅である。金山ダムへは、JR 根室本線金山駅が最寄りの駅である。駅下車後空地側を渡り 2km ほど東へ行くとダムに到着する。ただしカヌーなどを行うには、東シカゴ駅の方が便利である。 自家用車では、富良野市、帯広市方面からは、国道38号経由で途中金山こそいの道路に曲がり、湖沿いに精神すると到着する。また、苫小牧市、日高町方面からは、国道237号を北進し、金山駅前交差点を右折し直進すると、到着する。ありがとうございます。